高いところが切れて、伸びたり縮んだり、便利な高枝切りハサミの仕組みを勉強しましょう。内部はどんな仕組みなのでしょう。ちょっと覗いてみましょう。ハンドルを握ると、先端のハサミがチョキチョキ動きます。それでは、竿を伸ばすときはどうするのでしょう。まず、長さ固定ピンを抜きます。次に、竿の上半分をガチッと引っ張ります。すると、内部のハサミ連結フックが外れます。ハサミ連結フックが外れると、竿を伸ばせる状態になります。伸ばした位置で力を緩めれば、ハサミ固定フックは戻ります。長さ固定ピンで固定します。これで、伸ばした位置でハサミをチョキチョキできるのです。